ビジョンデタとはフランスで生産された競争馬である。2006年アルカナセールにて3万9000ユーロで落札されている。なお、馬名の原発音は日本語のカタカナ表記に当てはめた場合、ビジョンデタに近い。9月20日の競争馬デビュー戦を3番人気で勝利して初勝利を挙げ、自走でも勝利して2002勝で2歳を終えた。休養後の3月に実戦復帰戦を迎え、 ヨーリッツ・メンディザバルが初起乗して勝利すると、続くスレーヌ賞を制して、デビュー戦以来の連勝を4まで伸ばして迎えた、ジョッケクルブ賞では5番人気だったが、2着となったフェーマスネームに頭差で先着し、無敗で G1 競争初勝利を挙げた。この勝利は、騎手と球者にとってもジョッケクルブ賞初勝利となった。この後は一度休養に入り、 外旋門賞を目標と定めて、そのステップレースであるニエル賞に出走し、離さながら勝利し無敗で、外旋門賞へ向かうこととなり、2008年、外旋門賞の有力馬の一頭とされるようになる。しかし、本番の外旋門賞では、無敗の3歳品馬ザルカバが抜け出して勝利したのと、対照的に、見せ場なく5着と惨敗した。休養を終えて4月5日の G にあるクール賞で、 実戦復帰したが、勝利したトリンコから3馬審査離された3着に終わった。続く4月26日のガネーションでは、ルーブルトンに3、4馬審査をつけて優勝。G1 競争2勝目を挙げた。次走は6月17日のプリンスオブウェールズステークスに出走。タータンベアラー、ネバーオンサンデーに次ぐ3番人気だったが、レースでは1番人気のタータンベアラーに半馬審査つけ、 勝利、G1 競争3勝目を挙げた。この後は一度休養に入り、外戦門賞を目標と定めて、そのステップレースである、フォア賞に出走したが、スパニッシュムーンの2着に敗れた。本番の外戦門賞では、見せ場がなく10着と惨敗した。その後、香港に遠征し12月13日の香港カップに、出走、勝利を収めた。休養を終えて、ドバイに遠征し、 3月27日のドバイワールドカップに出走したが12着と大敗した。その後、8月14日のゴントービロン賞に出走し、勝利を収めた。10月にはイギリスに遠征し、チャンピオンステークスでは、トゥアイスオーバーの2着に入った。香港へ遠征し、12月12日に行われた香港カップでは4着に敗れ、連覇はならなかった。このレースを最後に現役を、 引退、守護入りした。ありがとうございます。